こんにちは、京子です。今日はネットショップのプチプラさんというところでジェルネイルの福袋があったので買ってみました。それを早速開けてみたいと思います。こんなすごい可愛いピンクの封筒に入ってました。中はこんな感じでパッケージされてます。で20色入ってます。なんかレビューを見ると液漏れがひどいとかって書いてあったんですけど、こうやって見る限り大丈夫そうなのと、かぶってる色もないかな。ちょっと開けてみます。液漏れは大丈夫そうです。中の色を見てみたいと思います。では早速中開けてみたいと思います。まずはモンスターブルー、すごい名前だ。どんな色が入ってるのか楽しみです。あ、中にフィルムとかなんだろう、内蓋みたいのがないから液漏れするのかな。ちょっと出そうな感じでしたね。中は容器の半分くらいまで入ってます。なんかすごい おもちゃみたいな、ピンクとか黄色かなの丸いフレークとか入ってる、ちょっと面白い色です。でこれ一個ずつこうやって見てもわからないので、これからカラーチャートを作って紹介してみたいと思います。では早速順番に色を紹介していきたいと思います。まずはブライトレッドです。でここに J25 って書いてあるので、これが品番かと思ったんですけど、どうやらこっちに C1 って書いてあって、オーダーするときはこっちの番号を見てオーダーするみたいです。とても鮮やかな赤いジェルです。ちなみに色はこんな感じです。次はオーシャンブルーです。これは C4 番です。中はちょっと渋めの青色です。爪にのせるとこんな感じです。次はネオンパープルです。これは C7 番です。蛍光色って書いてあったんですけど、あんまり蛍光っぽくないです。ちょっと赤みの強い紫色っていう感じです。次はネオンイエローです。こちらは C10 番です。お色はイエローって言っても黄緑みたいな色です。爪にのせるとこんな感じです。かわいい黄緑色って感じですね。こちらはスイートオレンジです。カラーは C12 番です。中を見るとかなり鮮やかなんですけれど、
そこまで鮮やかかな。ハロウィンの時期に大活躍しそうなオレンジ色です。ジェリーピンクです。こちらは C の14番です。かなり鮮やかな可愛いピンク色です。爪にのせるとこんな感じです。フェアリーピンクです。 C の37番です。透明のジェルの中に蛍光ピンクのラメが入っています。実際にのせるとものすごく薄いです。あと小さいピンクの粒の他に、なんかシェルみたいなちっちゃいつぶつぶが入ってるので、これの上必ずビルダージェル乗せたりバフかけないと表面このままトップジェル塗るとボコボコになります。すごくナチュラルな感じです。フェアリーウィングです。これは C の39番です。これもさっきと似た感じのピンクが入っています。のせるとこんな感じです。かなり透明です。今の2色をボトルの中開けてみるとわずかに違うんですけど、こっちのが青みがかっていて、フェアリーウィングの方が青みがかっていて、フェアリーピンクの方が蛍光ピンクみたいなんですが、チップに塗るとあんまり差がよくわからないです。よく見るとピンクの方がちょっと目立つかなっていうぐらいですけど、実際爪に塗ったらそんなに違わないかなっていう気もちょっとします。ローズシャインです。 C の41番です。結構すごいラメラメに見えるんですが、実際すごいクリアのジェルの中にダイヤ型のホログラムがぎっしりで、うっすら赤っぽいというか茶色っぽいっていうか、そんな色に見えます。ガウディブラウンです。 C の48番です。結構焦げ茶のラメです。ただこちらもクリア感が少しあって、その中に茶色いホログラムがいっぱいって感じなので、ベースに焦げ茶とか黒でもいいかな、塗ってから塗ると結構びっしりラメ感に見えるかもしれないです。このままだと結構透けてる感じです。キャロットです。 C の57番です。ちょっと渋めのオレンジ色っていうか、テラコッタみたいな色、大人のオレンジ色っていう感じです。あとちょっとレトロな感じもするかもしれないカラーです。今回入っていたオレンジ色こんな感じで違います。塗った感じも鮮やかなのと、ちょっとおとなしめ肌なじみ良さそうなオレンジと2色入ってました。アクアです。 C の65番です。すごく粒子の粗いお色なんですけど、
実際すごく透明感があります。爪にのせるとこんな感じです。ジンジャーです。 C72 番です。中は茶色のラメがびっしりです。爪にのせるとこんな感じです。サテンブルーです。 C100 番です。ブルーっていうよりはラベンダーみたいな色です。私がすごく好きな色です。爪にのせるとこんな感じです。レッドグレープです。 C106 です。ちょっと画面だとピンクっぽく見えるかもしれないんですけど、かなり赤みの強い、本当にグレープっていう、可愛いグレープっていう感じです。パインシロップです。C180 です。こうやって見るとすごく可愛い透明の黄色なんですけれど、実際ものすごく薄くて、このままだとあんまり綺麗な感じはしないので、白いジェルの上に塗ってみるとか、アートで使ったらすごく活躍するかもしれません。ソーダシロップです。 C182 番です。これも容器の中だとすごく濃い色に見えるんですけど、実際はものすごく薄いです。でこれもこのまま使うと多分あんまり綺麗じゃない爪の色に見えそうなので、下地を塗るとかしてから使うとか、アートに使うお色だと思います。クリスタルレッドです。 C187 番です。中はこんな感じです。あまり赤っぽい感じもしなくて、実際に塗ってみても赤っていうよりピンクです。クリアーピンクで、大きいのと小さい六角形のホログラムがランダムに入ってます。爪にのせるとこんな感じです。モンスターブルーです。 C198 番です。かわいい水色の中にピンクとか黄色とかカラフルなホログラムが入っています。こんな感じでフットにしたらすごく可愛いかもしれないですね。最後のこちらのお色は紹介するかどうかすごく悩んだんですけど、実は全然違う色が入ってました。ハニーピンクでC15 番って書いてあるんですけど、開けたら真っ黄色が入ってました。これ自体はすごく可愛いお色なんですが、プチプラさんのショップページ見てもハニーピンクはこんな色ではないので、これが何番なのか分かりません。で今回アウトレットっていうことで訳ありのジェルって買ったので、エケ漏れとか色がダブってるよっていうのは書いてあったんですけど、違う色が入ってるよっていうのはどうだったかなと、今となってはちょっと見れないのでわからないですが、こんな色も入ってました。いかがでしたか？今回初めてこういうジェルを買ってみたのですが、結構使いやすかったり、今まで自分が手に取ったことのないような色も入ってたりしたので、なかなか楽しかったです。また機会があれば、こんな感じでジェルの紹介をしてみたいと思います。
この動画が気に入ったら、ぜひいいねボタンを押していってくださいね。まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。